よし、やっていきましょうか。やっていこう。さて、なんだこれ。なんかマグマステージらしいですよ。うん、暑そうなとこね。うん、上に行けばいいの？多分そうだと思うんですよ。うん。でまあとりあえず恒例の作ったキャラを見せますか。そうだね。ちょっと待って。だいぶひどいけどね。今回どこに設定したの？まず右は、あ、これ前回のやつだね。これは前回ね。うん、この変態ね。変態ね。これが俺の作ったやつだね。男梅。男梅だね。丸いけどね、だいぶ。彫りがね、彫りがあったんだね。あれはさすがにちょっと難しいからね。これね、背中にあの安っぽい感じ。刀傷が入ってんだね。なぜか腕は角張ってる。で、これが今回のエイダさん作のハートマン軍曹だ。わかるの？人型はさすがにだって難しいからね。わかるかな。顔も似てないしね、だいぶ。お前らウジ虫だ。なんかルパンに出てきそうな怖くてになってんだ。コソ泥だよね。うん、体の作りはだいぶルパンだよな。細いからね。ずっと細い。よし、ハートマンで行こう。じゃあ今回はこのウジ虫どもめが、そう、これがおい、トロトロ走ってんじゃねえぞ。アナホリール、なんかこれかわいいぞ。アナホリール、どっかのゆるキャラにいそうだよね、こんなの。グレンラガンかな。な、なんだこびてるぞこいつ。違うか、削ってるって表現はあんまり良くないかもしれない。いいか、クソ虫ども、俺の楽しみは貴様らが苦しむ顔を見ることだ。敵のね、ジジイのピーみたいにヒーヒー言わせてみっともないと思わんのか、このクソ豚どもや。クソ豚どもがなんかいる。よし、こいつもまたなんかいる。拡張してやる。救急ポリコーじゃねえな、ポリコーじゃねえ、救急、救急の人だこれは。なんかタケコプターっぽいについて、これジャンプ力あって、ジャンプ力あるからね。ジャンプ力あるんだよ。ハイジャンプが使えるようになってる。そう。またなんか新しいのが。新しいの多いね。モグラドリル。なんだこいつ。重たい動きが。ちょ、うちの梅からかな。うちの梅で。梅大丈夫か。梅大丈夫か。梅大丈夫か。こいつはね、通常ジャンプだしね、ちょっと機動力がないよな。梅行ってくれ。よし、なんや、進むのこいつの方がいい。進むのはこいつの方が早そうですね。食らったらはぁっつって言ったけど。ここが行ってる前な。この草豚どもめ、さっさと前に進むのだ。いやいや、行きます行きます。なんかエロい形のがいる。あ、燃えた、やばいやばいやばい。あ、そっか、オイルは燃えるんだね。これおい、なんだこのエロそうなやつは。ちょ、やばいやばいやばい、意外と取れない。よいしょよいしょよいしょ。こいつは氷だな。あ、バレリーナなのね。あー、ちなみに男のバレリーナ、あの腰のひらひらしたのつけないって知ってた？知らない。だってつけたら気持ち悪いしね。確かに。股間にあの白鳥もつけないんだよ、知ってた？そりゃ白鳥はつけない。死んじゃったよお前、そんなくだらねえこと言ってた。死んだ。クソくだらねえ話してたら死んだ。くだらない話してたら死んだわ。やばいやばいやばい。股間の白鳥の話なんかするから。だからウジ虫って呼ばれるんだ。ウジ虫。いいか、貴様らは股間の白鳥以下の存在だ。ひよこ以下だ。股間のひよこどもめが。股間がひよこ、なんかかわいそうだな。超かわいそうだよ、その言い方が。でも、そういう人だから、この人は。いや、貴様らはひよこ以下だ。きっとうずらのような股間に違いない。
俺の股間のダチョウを少しは見習え。どんだけ自信過剰なのハートマン。でも確かにハートマンが弱々しいとな、 それはそれで違うからな。そうだよ、奴の股間はきっと奴の心の少年のようにまっすぐだよ。何言ってんの。何それ、ちょっとよく分かんなかったけど今。ハートマンの方がいいな、ハイジャンプじゃないとちょっと厳しいわ。ハイジャンプつけてよかったな。そうだな。うお、行き過ぎも、行き過ぎもやばい、行き過ぎもすごい、行き過ぎ。着地がいい、速攻変えて。多分作ったやつの方が強いだろ。あ、落とされた。すぐに落ちる、すぐに落ちるね、結構。これダメだね、これは無視していくか。キャプチャーだけさせてもらって、あとは、あ、でもキャプチャーのあれがもうないのかな。回復していくか。そういえばいつの間にかなくなってた。おい何やってんだ、宇宙虫。お前そんなところからさっき死ぬんだ、死んだんだ。回復しよう、この宇宙虫どもめが。回復した、もうちょっと、よし。ちゃんとね、この辺はしっかりしないとね。そうだ、怒られてしまうよ、軍曹に。ちょっと今回軍曹だからな、生ハンガープレイできないぞ。そうだ、もう一回死んだけどな、生ハンガープレイで死んでしまったら。これかも、経験値も欲しいところだが、死んでしまったわ。そうだ、言い訳すんじゃねえ。ほとんどない。言い訳をするのはアホのすることだ。あいつなんか自分で食らったぞ、あいつ。自爆か、ね、ほっときゃ死ねえんじゃねえかこいつ。お得じゃねえな、それはな。だからうちのやつは、あいつ勝手に死ん、何もせんと死んでいったわ。何したかったの。何もせんと一人で踊ってた、あいつら。なんかたくさんいるね。気色悪い、なんだこれ、ビオランテ。ビオランテじゃねこれ。なんかなんだ、なんだろうねこいつ、ビオランテ。あ、ちょやめて。おい見ろよ、うんこの中にうんこがいるじゃねえか。こっち来い。すげえ、なかなかジャンプ力。まあ、こっちもね、ハイジャンプになっちゃうの。死んだけど。死ぬ死ぬ。ダメダメ、届かんのかい。他にアイテム探索します。回復か、あれ回復だね。ちょっと欲しいな。軍曹、軍曹、軍曹お願いします。軍曹回復してください。よし、気に入った。お前はクソの中のクソだ。家に来て妹をファックしていいぞ。なんで自分の妹を売るのちょっとずるいよな、あれ。やばい、妹ってなるよな。あ、これ一回防いだ後に。ビオランテ強えぞ。ビオランテ、出てきたやつはとりあえず片っ端から倒せばいいんだな。お、でかいの来た。でかい、まるでハートマン軍曹の股間のようにでかいと。でかすぎるだろそれは。ちょ、またまた何もせんと、何もせんと死んでいったぞあいつは。あ、何がしたかったんだ。ありがてえ、回復していこう。よしよし、経験値全然取れないけど勝手にしないで。確かに、なんていう地虫ども、根性なしどもめ、まるで赤ん坊の股間のようじゃないか。股間、すぐ股間、股間に絡めるね、あなた。だってハートマン君、そう、大体下ネタじゃん。なんか、なんか後ろにいるけど。なんか手に入れた今。おばちゃん子は。ワンピースにこんなのいなかったっけ。あれだ、ハイキングベアだ。ハイキングベア、
ハイキングペア。ちょ、押し出されたわ。押し出し、相撲だ。挨拶しないと、なんだっけ、ネギで叩かれるんだっけ。わかんねえ、忘れた。ネギあげますからじゃねえ。ガンツのやつじゃなくて。あんなのいたねえ。そんなのいたねえ、それ。おっと、危ない。こいつ、どこにでもいるな。ゴルド。なんかまた可愛いのが来た。キョンピ。キョンピ。名前も。キョンシーのパクリ？名前もいいな。キョンピ。ちょっと、押し出しされそうだ。怖いな。バトマンそうそう、軽いから。火力ね、すごいよ、男の中の男だから。さすが男の中の男。あ、もう、怒っちゃったよ。ガツイから。もう怒っちゃってる。なんもしないのに。くっそー。フラグ回収が早い。この玉なし野郎。玉金、あ、玉金じゃねえ。玉なしが、お前の股間についているそれはただの飾りか。俺が切り落としてやる。玉落としたかお前。むしろ俺が落としてやる。それやめてくれ。人為的はやめて。パンダ、アサシンパンダ。何、ちょっとかっこいい。おい、なんだこいつ、右腕がなんかかっこいいぞ。遅い、でも全体的に遅い、こいつ。よし、試し。運送の鍛え抜かれた脚力はやはり強い。落ちたらもう元も子もないぜ。ジャンプ役するな、ほんと。超楽しそうにジャンプするけど、軍曹は戦場が楽園だから。あ、なるほどね。そう、そっか。でもこれ我が家の春が来た。それ違うキャラだけど。声合いそうだけどね。確かにね。おっとおっと。戦場はいいな、故郷に帰ってきた気がするよっていうから。そう。なんかシャア戦場みたいなのみたいな。赤くはない。うん、ふわ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 たーい。こっちなんかあんのさあ。てかどこにいるんだかよくわかんねえ。あった。そういうこと。そういうギミックだった。攻撃しないと進めなかったな。ま、進むためにはこいつだな。ジャンプ力がね、生かされたよね、今回のステージ。そうだな。よし、先が見えない。先が見えない、泣き言言うんじゃない、ウジ虫。あ、すいません。あ、また。おぉ、なんだこれ。あー、いけるー。あー、かっそー。罠だった。どここれ。あ、今のステージだ。これは、動いてるな、もう。己害虫どもめ。俺のグウジ虫をよくも可愛がってくれたな。ちょっと今反応できなかった。ちょっと今必死だった。まあ別に聞き流してもいい。罠だな。うん、うんころがし。何、うんこじゃないか、このウジ虫やろ。この害虫うんこ。害虫じゃないかこいつこそ。本当に駆除だお前。お前のようなうんこがいるから世界から戦争がなくならないんだ。そうだそうだ、全部こいつのせいにしよう。なんかまたいる、ね、いる。あと何、なんか虫っぽいのばっかだな今回。あれ、でもこれ最後じゃなかった今。二足歩行のエビとか。 あと一個あるわ。あ、なかったわ、ごめん。嘘ついた。二足歩行のエビとか気色悪い。ジェントルエビだった。ジェン、あ、いいんだ。毒。いいガード仕上がる。なんかもう両生類違う。甲殻類。あ、なんか焼けてる、美味しそう。うめぇ。エビうめぇ。毒がめっちゃある。あ、もう毒だらけ。意外と機動力だけな、このエビ。ちょ、当たんない当たんない。エビの機動力が高え。蹴りを判定負けでした。蹴りしてくんのこいつ。エビなのに。あ、死んだ。